ました。なぜ泣く？私はお父さんの無実を晴らしたい。プロゴルファーになってお父さんの夢を叶えたい。それだけなのに、どうしてこんな目に遭わなきゃならないの？レイちゃん、君は幽閉おじさんの無実を晴らすと決めた日から覚悟を持って生きてきたはずだ。今ここで泣いてどうする？泣くのは幽閉おじさんの無実が晴れてからにしろ。君がプロゴルファーになる日を祈りながら死んだワナちゃんや僕たちを逃がすために命を懸けてくれた通り屋サイコさんのことを考えるんだ。サイコさん助かったわよね。深夜さん、サイコさん死んだりしないわよね。ねえ深夜さん、無事でいることを祈ろう。いや、きっと助かってる、そう信じるんだ。サイコさんが死んでたまるもんですか。サイコさんは生きてる、生きてる、生きてる、生きてるわ。サイコ死ぬなよ、死ぬんじゃないぞ。お前を苦しめることばっかりやってきた、辛い思いばっかりさせてきた。許してくれ、許してくれよな、サイコ。先生、命の心配はもうありません。ですが両手の凍傷があまりにひどい状態ですので、指を切断することになると思います。指を？両手ですか？残念ですが、ここでは処置できませんので、東京のしかるべき病院で手術をされた方がいいでしょう。両手指の切断という過酷な代償を払った紗衣子の心情は今ようやく徹の心に染み渡る。辛い青春を生きてきた紗衣子に春の光が微笑みかけてきた。だが玲子と深夜には未だ春の光は届かず、二人は生死をかけた激烈な戦いの渦中にいたのである。父の祈りの中、九死に一生を得てこの世に生を受けたレイコ、祈ること書いてレイコ。今レイコは神に何を祈るか。
は。ないよ、レイちゃん。このまま放っておけば野沢は死んでしまう。でも今助けに行けば野沢は助かるかもしれない。深夜さん、野沢はずっと私たちを苦しめてきた男よ。何度も何度も私たちを殺そうとしてきた男よ。あんなやつ助けることないじゃないの。レイちゃん、それは確かに僕たちは野沢に苦しめられ、何度も辛い思いをしてきた。でもね、辛いからといって他人の命を思いやる心を失ってもいいのか。レイちゃん、僕たちはどんなに辛い時でも、いや、辛い時にこそ他人を思いやる心を失っちゃいけないんだ。それを失っちゃ僕たちが今まで戦ってきた意味がなくなるじゃないか。シエさん、ダメよ、無理だわ。私が行きます。レイちゃん、行ってくれるか。え、でも深夜さんは。僕なら大丈夫だ。自分の力で元の町まで歩いていける。町の人に頼んで助けに来てもらうよ。それまで君が。気をつけるんだ。野沢。
をお持ちしました。奥様、さあ召し上がってください。いらないわ、持ってってちょうだい。でも召し上がらないと体に毒ですわ。いらないって言ってるのよ。災いの種ばかり持ち込んできて、どこまで野上の家をめちゃめちゃにしたら気が済むの。玲子は不良少女、徹は暴走族、その上あなたまで暴力団に追われて逃げ込んでくるなんて。私のことは重々お詫びいたします。でも徹と玲子のことは分かってやってください。あの子たちは確かに間違いを起こしました。でも今は本当にひたむきに生きてるんです。どうぞ分かってやってください。分かるも分からないもありませんよ。徹や玲子の話なんて聞きたくもないわ。奥様、奥様大丈夫ですか。奥様、深夜から連絡は？まだ何も。奥様、深夜さんは必ず無事に戻ってまいりますわ。必ず。静子、出かける用意をしてくれ。私は警視庁に行ってくる。警視庁へ？深夜と玲子の捜索願いを出してくる。3年前の事件の再捜査も頼んでみるつもりだ。玲子がたびたび命を狙われるのは3年前の事件が絡んでるからだろう。雄平君が無実でなければああまで玲子を殺そうとはしないはずだ。静子、徹のことは私はお前にどんな償いでもするつもりだ。だが今は玲子を救わなければならんのだ。分かってくれ。着替えを。すまん。深夜さん、無事に戻れたかしら。
着いたんだね。お水飲みなよ。なんで俺を助けた？助けたくなんてなかったよ。あんたは私と信也さんを殺そうとする悪党だもの。本当は殺してやりたいくらいだった。だけどね、信也さんがあんたを助けてくれって私に言ったんだ。信也が？どんなに辛い時でも、いや辛い時にこそ他人を思いやる心を失ってはいけない。信也さんそう言ったんだ。あの人、あんたに殴られて動けないぐらい怪我をしていたのに、それでもあんたを助けようとして崖を降りようとしたんだよ。私がここまで生きてこれたのは信也さんのおかげさ。私の心がどんなにとんがったり曲がったりしても、信也さんに会うとまっすぐになっちまうんだ。随分な惚れ込みようだな。ああ、惚れてるよ。好きで好きでたまらないんだ。片時だって離れていたくない。信也さんのためなら命だって惜しくない。本当だよ、私は心底そう思ってるんだからね。嘘だなんて思っちゃいねえよ。レイコなら信也のために本当に命を捨てるだろう。そう思ってるよ。私今自分は本当に幸せな女だと思ってるわ。北斗の頭として不良をやってた時には私はこの世で一番不幸な女だと思ってた。でも今は違う。今の私には死んでもいいと思えるほど好きな人がいるんだもの。人が人を好きになるか。そうさ、人が人を好きになるっていうのは最高だよ。あんただって人を好きになったことぐらいあるだろ。俺が？人間だもん、あるはずだよ。何がおかしいの？いや、俺を人間扱いしてくれたのは玲子が初めてだと思ったな。だって当たり前だろ。俺がどんな世界で生きてきたと思ってるんだ。俺の親父は暴力団の下っ端でさ、覚醒剤中毒でどうにもならねえ男だった。おふくろはいっぱいの宮に勤めながら体を売って親父に貢いでいた頃、毎日が殴る蹴るの夫婦喧嘩の連続だ。そのとばっちりで俺も妹のふい子も小遣い蹴飛ばされる毎日だった。物心つかねえ頃からだ。おふくろは気まぐれに食事を作るくらいだったから、俺とふい子は痩せこけてひねこびたガキだったよ。親の愛なんて知らねえで育ったし、人から情けを受けたことなんて一度もなかった。あの頃は憎しみだけが餌だった。親を憎み、人を憎むことだけで生きていく力を得ていたようなもんだ。そんな日のことだよ、覚醒剤中毒の親父が車にはねられて死んじまった。その車を運転していたのが丸本健三だったんだ。おふくろは慰謝料を受け取ると俺たちを捨てて姿をくらましちまった。年はもいかねえ俺たちにできることと言ったら外出することを待つだけだったぜ。俺たちは力尽きる寸前だった。俺たち兄弟を助けてくれたのは
丸本社長だった。社長は俺たちの生活の面倒を見てここまで生かしてくれた。それであんたも。社長には恩がある。妹の冬子もそのために死んだんだ。人の情けを受けたことがないなんて嘘じゃないか。社長は俺たちのことを人間だなんて思ったことはねえよ。社長が求めているのは猟犬さ。獲物を求めて死ぬまで走り続ける猟犬だ。猟犬というのはな、レイコ、主人には絶対歯向かわないもんだがさ、どんな命令でも忠実に完璧に遂行する。たとえ自分が死んでもだ。妹の冬子は猟犬として育てられた。いいか、レイコ、俺を助けたことを後悔することになるぞ。元の体に戻れば俺はまたお前と深夜の命を狙って走り続けなければならないんだ。後悔したくなかったら今ここで俺を殺せ。あんたを助けたことで私も信也さんも後悔なんてしないわ。私たちはね、人間として当然のことをしただけなんだから。嫌だ、指を切るなんて嫌だ。指を切るくらいなら死んだ方がいい。サイコ、いつまでもわからないこと言うな。指がなかったらゴルフができないんだよ、レイコと約束したゴルフが。プロゴルファーの夢はレイコに託したんじゃないのか。だって本当に死ぬと思ったんだもの。指を切るくらいならあの時死んでればよかった。バカ野郎、なんてこと言うんだ。辛いのはわかるけど俺がついてるじゃないか。俺は一生お前のそばについているよ。怖いよトール、指を切るなんて嫌だ。何が怖いんだサイコ、俺がついてるんだ。怖いことなんてあるか。いいかサイコ、俺は一生指のことでお前に負い目なんて持たせねえよ。辛い思いなんてさせねえ。俺を信じて手術を受けろ。あ、はい、もしもし、野上です。レイコ、あ、純子さん。おばさん、レイコからは連絡があったの？それがまだ。でもきっと連絡があると思うから。じゃあ連絡があったらすぐこっちに知らせてね。え、必ず。京子さんによろしく伝えてね。わかった。京子、玲子からはまだ連絡がないそうよ。そう。純子、玲子から知らせがあったらここに連れておいで。野沢が追跡の手を緩めるはずがないからね。出かけるよ。どこへ？レイコと会う前に私もやっておかなくちゃならないことがあるからね。
眠った時がお前の最後だ。やってごらん。やる気があるなら今だってできたはずだよ。谷底に落ちた野沢にレイちゃんを襲う力はない。レイちゃんは野沢が自力で生きられるのを見届けたら必ず戻ってくる。しかし僕は18歳のレイちゃんに無謀すぎることを要求したのかもしれない。戻ろう。僕がレイちゃんのそばについていてあげなければ。高倉君、ちょっと話があるんだがね。私のところに君のことで芳しくない噂が届いてるんだが、ね、もちろん私は信じてない。どんな噂でしょうか。君は玲子に加担してると言うんだよ。私が玲子に加担。君は玲子の窮地を何度か救い、天草へ鬼怒川山中でゴルフの特訓までしてやったという噂だ。事実か。社長、玲子を窮地に追い込むことはあまり得策ではないかと思いますが、放火されれば警察やマスコミも騒ぎ出します。最善の策は玲子を放っておくことです。鬼怒川山中でのゴルフの特訓はどう釈明するんだ。それは事件とは何の関係もありません。私が生前上島雄平と交わした約束を果たしたまでです。娘が成長したらゴルフを教えてやってほしい。父親ではどうしても甘くなるから、そう言われてましたので。高倉君、私は君を信じる。君は筋を通す男だからね。病に取りつかれた君の妻に病院を紹介し、費用一切の面倒を見たのはこの私だ。君はそういう私の恩を忘れるような男じゃないからね。もちろんです。私は社長には言葉で言い尽くせないほどの大恩があります。こうしてプロゴルファーとしてやっていけるのも全て社長のおかげだと思っています。いやいや、恩を売るつもりはないんだよ高倉君。ただしこれだけは肝に銘じてもらおう。今の地位を守りたかったら玲子に情けは無用だ。探してたんだよ、おじさん。証拠？何の証拠だ。父
父が殺された3年前の事件の証拠に決まってるだろう。何を血迷ったことを言っとるんだ。お前の父親を殺したのは上島雄平だ。証拠は警察に全てある。警察にあるのはおじさんたちの嘘の証言だけさ。私は私なりに事件を調べ推理してみた。その結果、玲子の父上島雄平犯人説にはあやふやな点がありすぎると思ったのさ。上島雄平が犯人でないとすれば、残るのはおじさんと高倉さ。何を根拠にそんなバカなこと。根拠はあるさ。おじさん、あんたは私の父が邪魔だった。父を追放して丸ごと物産の社長の座を狙ってたんだ。違うとは言わせないよ。出てけ。警察を呼ぶぞ。このパソコンおじさんのおもちゃかい。叩き壊してやろうか。やめろ。二度とこんな真似は許さんぞ。出てけ。あ、ヤブンド。丸本さんですね。あ、警視庁捜査一課の笹岡です。私に何か。ちょっと失礼します。実は私たちはある殺人未遂事件の重要参考人として下水会幹部の野沢健二の行方を追ってるんですが、丸本さんご存知じゃないかと思いましてね。無礼だな君は。いやしくも私は丸本物産の社長だ。暴力団と面識があるわけないだろう。おかしいですね丸本さん。何がおかしいの。野沢には冬子という妹がおりましてね。冬子は当家で長い間お手伝いをしていたはずですよ。その兄の健二を丸本さん知らないはずはないんですがね。冬子は確かに我が家のお手伝いをしていた。だがその兄なんかに会ったことはない。冬子もだいぶ前に当家を辞めておる。星雲女子プロゴルファー養成所の物置で焼死体として発見された女性の身元が野沢冬子と判明したんです。冬香は兄と組んで何らかの事件に関連している疑いがあるんですよ。そんなこと知らん。断りもなしに我が家から姿を消した女はどこで何をしようと私には関係ない。借りたまえ。警視庁の幹部には私の友人も大勢いる。私が君たちに無礼な尋問を受けたことは報告しておこう。そうですか。何がおかしいんだ。警察もやっと重い腰を上げる気になったようだね。おじさん、私もね、あんたを財産横領罪で告訴するつもりさ。
ったようにやったわ。野沢は助かったんだね。ええ、私が眠っている間に姿を消してしまったんだけど。君が眠っている間に。そうなの。野沢は恐ろしい男と思ってたけど、私は本当の悪人ではないと思うの。だって本当の悪人なら私が眠っている間に私を殺すこともできたはずよ。でも野沢はそうしなかった。あの人いろんな話をしてくれたわ。子供の時のこと、お父さんやお母さんのこと。そしたら私野沢を憎めなくなってしまって。レイちゃん、野沢は君の中の光を見ることができたのかもしれない。だからきっと。何のためにお前を飼ってると思ってるんだ。レイコに逃げられておめおめと帰ってきたと。クソ、バカ者、バカ者、バカ者。ケンジ、至急京子のアジトを探し出し見張りを立てるんだ。レイコの母親のいる野上邸もだ。バカ者。父が幽閉おじさんの事件の再捜査を頼みに警視庁に行ったそうだ。だけどね、再捜査をするためには何か一つでも決定的な証拠が必要だと言われて。決定的な証拠？状況証拠だけでは。見つける。私が決定的な証拠を見つけるわ。玲子が無事に戻った。玲子が、うん、今深夜と一緒に京子さんのところへ向かったそうだ。そうですか。トール、何ですか？いや、私とお前のことは後でじっくり話そう。今は玲子が一日も早く雄平君の無実を晴らしてプロゴルファーになることだけを待とう。最後の経過を見て俺も玲子のもとに駆けつけるつもりだ。俺も上島雄平の息子だ。指を加えて待ってるわけにはいかねえよ。トール、私も一緒だよ。最後、玲子のお父さんの無実が晴れるまで私だって戦いに加わるよ。私も君たちの戦列に加わるつもりだ。私も伊達にこの年まで生きてきておらん。弁護士にもマスコミにも友人がたくさんいる。その友人たちを動員して真相究明を警察に働きかけるつもりだ。お母さんや純子たちがお世話になったそうね。ありがとう。玲子。
花がここに。玲子、信也さん、今から面白いもの見せてやるよ。おいで。この子はね、国大の電子工学科でコンピューターを専攻してた子ならさ。ハッカーというのを知ってる？ああ、他人のコンピューターに無断で侵入してデータを盗むことだ。そうだよ。この子はそいつをやらかして大学をクビになったのさ。今からね、丸本健三のパソコンにハッカーをやらかそうという魂胆ならさ。丸本健三の？脅しをかけてやろうと思って健三の書斎に乗り込んだのさ。事件の証拠品は見つからなかったけど、健三が妙にパソコンを隠そうとするのが気になってね。健三にとって命取りになるようなデータが打ち込まれてると睨んだのさ。丸本のコードナンバーはこの子が苦労してキャッチしてるからね。ビーチおやり。それは許されぬ犯罪行為なのであるが、京子は大胆不敵にも丸本健三のパソコンにハッカーを試み、データを盗み取ろうとしていた。果たしてそのデータには玲子の父と京子の父を巻き込んだ3年前のゴルフ場殺人事件の真相を解く鍵が隠されていたのである。三島玲子は今、暗闇の中に一条の光を見出しています。追い詰められたターゲットがその全貌を表そうとしている。多くの人々を犠牲にして声太った人物の最後の悪あがき。でもそれを皆さんにお見せできるのは4月13日の水曜日。来週再来週は特別番組のためプロゴルファー玲子はお休みです。皆さんまた4月13日